ちょっとトイレ行ってきます。セイゴさん、ピンで、はい、パピンで行きます。はい、こんにちは。こんにちは。何これ。何ですか、この組み合わせは。あ、ロボ来たって、ロボ来たって。え、あ、ロボね、はい、ロボ来てますね。いろいろちょっと話しようね。まおちゃんとセイゴさんレアよね、はい。確かに。今日のギャラ、今日のギャラいくらですか。私今日ギャラないですよ。あ、ギャラないんだね。今日ギャラないですよ。あ、まあ、僕はもううんって。これ結構もらってんな。あ、大丈夫ですか。これ結構もらってんな。じゃあ真央ちゃんのさ、何ですか、あれしようよ。もうこれほら全然バズってないじゃんこれ。何ですか。真央ちゃんの方、あの、ね、男事情の話。男事情何にもないから。あ、花さんお疲れ様です。ほんとそういう話題好きですよね。好き。お金の話と真央ちゃんのさ、はい、男事情とか聞きたい人がいたら、あの、コメントください。いや、コメントが来るまでに私ここ退散しますから。コメント来ないと聞かないですよ。これタイムラグあるのかな。そんないいことない、そんないいことないです。ちょっとタイムラグがあります。本当本当ですよ。生後聞きたい。よし、ありがとうございます。おい、じゃあ真央ちゃんのさ、おい、黄昏せんべい。おい、黄昏せんべい。ないない、いないな、俺と結婚して。誰、いや、真央ちゃんハードル高いですからね。なんか。いやいやいや、ハードルの話したことない。真央ちゃんは、はい、彼氏いますか、フリーですか。私ですか、気になります。あ、これフリーじゃない、すいませんでした。皆さん、これフリーじゃないです。これ気になります。結婚相手募集中なんですけど。200円払ったんで聞きたいです、はい、200円。お金持ち、でもお金持ち紹介してもらっていいですか。いや、でもちょっとあの間が空いたんで、これいますね、これは。いや、どうかな、いない、いる、います。これ浅田聖吾の勝手なる、あの、あれですね、偏見です。とりあえず、独断の偏見です。条件聞いていいですか。条件ですか。収入から。収入、はい。なんかもうできるなら私が楽してパーフェクト回れるぐらいの収入。あー、ということはパーフェクトツアー回ろうと思ったら、まあ、200はいるんで、うん、普通に生活しようと思ったらね、400いるから、やっぱり、うん、年収650から700はいりますね。あ、1500じゃダメですかって来ました。1500いけるじゃないですか。全然余裕じゃないですか。年収1500ってすごくないですか。ここにあの LINE の ID 書いておいてもらっていいですか、ね、あとで LINE します。浅田聖吾がまず LINE します。あ、まあ、僕が繋ぎます。とりあえず判定します。ブンブン試合してるんだね。そうです、ポンコツT シャツが試合してます。本当もうマジで女の子目当てにね、こう2日目出てくるけど、好きだなこいつら本当。で、今誰なんですよ、ブンブンさんの話ですか。ええ、ブンブンの話じゃないです。40歳1500万いけます。あ、私全然年上大丈夫です。あ、大丈夫ですよ。これあのマイカブフェリックスにメールください。厳正な審査のうち島村さんに LINE が行くようにしますね。でも、年上は全然大丈夫です。大丈夫、全然大丈夫です。あ、ほら、いないって否定しないから、そういうことをね。各地にいるパターンですか。各地にいるのは竹本義信ですか。あ、アメリカ人と付き合ったことありますか。ないです。ない。私日本人が一番好きです。で、ま、意思の疎通取れなさそうじゃないですか。まあまあまあ、確かに僕今日はあのシューモモちゃんと組んでるんですよ、はい、ああ、そう、めっちゃ強いですよね。あ、そう、うまいんですよね。さっきあのグルーパーペースで来て、すごでもあのなんだろう、こう意思の疎通が取れないので、うん、僕あの中国語シェイシェイとラオパンしか知らない。ラオパン。シェイシェイラオパン。シェイシェイラオパン。あの社長ありがとうっていう意味なんですけど。あ、社長が。ラオパン。ラオパン。ラオパンが来ました。ラオパン。